太鼓の棒で昼飯食いたいと思います。琥珀ラーメンが有名なんですけど、塩でも味噌でも醤油でもないっていうラーメンなんですけど、オリジナル。よし行きますか。はい、タピオカレモン。お、この人食ったの？うん、みたいだね。お、開いたよ。すごいメニュー多いね。そうだね。うん、俺塩レモン、塩な、タピオカなんとかっていうの言ってみる。ご飯類もあるな。チャーシュー、ジュース。せいちゃん、これ全部お水だからやめようね。ラーメンじゃ。ラーメン？琥珀ラーメンだ、これが。それ辛いラーメンだね。うん、どれどれ？これ？チャーシューワンタン？食べれるかい？チャーシューって。あった、タピオカレモン。詳しくは別紙だって。さくら、小峰シロ。ラーメンの大盛り、うん、あ、そうだ、何これ珍百景で紹介されたんだって。じゃあ決まった。こっち食べようかね。もお願いします。店内はこんな感じになってます。すごいな、あの色紙。これだけの人来たんだ、テレビ局が有名人。何十万円もある。これチャーシュー麺。もう1234。タピオカレモン。タピオカレモン。数字が書いてあるんですけど、まずはレン、お、危ない、熱いよ。熱い。レンゲでスープを飲んでみてください。はい。蜂蜜は途中って書いてあるんですが、はい、蜂蜜は麺と玉ねぎを食べ終えた後に入れると今度。ドリンクっぽく変身するんで、はい、タピオカを飲んでみてください。このレモンは食えるんですか？食べれます。蜂蜜つけて食べてもいいし、でも食べると酸っぱいですよ、レモンなんで。わかりました。以上でお揃いですか？はい、あと女性とお子様にアイスのサービスしてますので、声をつけてください。やったー。あとお水入れた方がいいですか？大丈夫です。私だけ言ってください。ガイガイガイ。はい、ありがとう。はい、ありがとう。もういいよ。じゃあお水ひっくり返したら危ないからこっち置いとこうね。はい。ミラパイ。ミラパイ。こっちからね、今冷ましてるから。今度はレモン食います。ここは食べた？はちみつ投入します。はい、完食です。ありがとうございました。短い？レモン酸っぱいでしょ。もう聖夜もバグバグ食ってるね。おー、いいね、アイス。せいちゃん、アイス来た。やった。アイス。やった、やった。やった、やった。おお、ちびちび食ってるね。相変わらず。ざっくり言ってもいいんだよ。こっちママ。せいちゃんのこっち。